少しずつ決まりを作り、もしその決まりを守らない人が一人でもいたら、うん、どうすればその人が守るかということをみんなで話し合ったりして、うん、チームワークを作っています、うん、少年院は学校や親からいろいろ教えてもらったことをそのまま社会で実行できずにいて、生活の仕方がだんだんとずれていった結果かだと僕は今思っております。少年院の中で習うことも学校で習うことも内容はほとんど同じだと思います、うん、ただ少年院の方が少し厳しいだけど、うん、あとは何も変わらないと思います、うん、最近高校中退者が増えているとよく聞きますが、うん、一度していたことをやめてまた新しいことを始めようとすることはとても大変なことだと思うし、うん、成功しようと思ったら、うん、人一倍努力が必要だと思います、はい、また先週の女子高生の話に戻りますが、うん、学校の遅刻も自分が困るだけなので先生がなぜ注意するんだろうとか、うん、朝のホームルームは先生からの伝達しかないのだ、別に出なくても良いのではないかなど、うん、本人は別に良いかもしれませんが、うん、先生から見たらどうでしょうか、うん、クラスのみんなとのチームワークはどうでしょうか、うん、僕の経験から言うと自分だけが考えている人はいろんな意味で危険信号だと思います、うん、周りのことを気にしながら、うん、いつも生活していると疲れてしまうのです、うん、最低他の人の迷惑ぐらいは考えて生活したいものです、うん、特に女の子は考えてほしいと思います、はい、そんなことを考えてみると学校の中で不必要なことは一つもないと思うのですということで、まあ、いかいろいろごめんね、やら長いこと持たして、重たかったでしょう、はい、この子のチート持てるの辛いもんな。マイクスタンドになりましたが、マイクもないの。で、なんで？ないの。立ってしたよ。立ってきたわ。立ってきた。あのな、うん、あのな、うん、俺がこんだけ長い手紙をどういう思いで、またみんながクスッともせずに、かい、うん、熱いがいろいろあったにもかかわらず、クスッともせずに聞いてたのに、うん、当事者のあんたが立ったわってね。いや、だから立って喋りたいなとこう思ってきたわけですよ。ああ、そりゃそうやろ、やっぱこんだけの民衆を見たら、顔、民衆を、なあ、ね、マイク、これこうつけたらええことやんな。そうやんか。ああ、まあとりあえずここでですね、ね、彼のまあ思いをですね、はい、託して、先の奥さんみたいね、うん、ね、もうちょっと前へ来てあげて、ずっとね、こう前、後ろ行ってからでもね、うん、あの高校行ってはるし、うん、今のね、大門さんのね、うん、職人さんもね、いいとこ行ったっておっしゃってますね。いずれまたあのご商売しはるやろしね、そういう商売をしはる、そういう出会った人はいいわな、うん、そう、うん、ね、あの学校今うだうだと言ってるんですけどね、うん、本当に学校行ってるという意味を、ね、うんうん、この際もう一回ちょっと噛み締めてほしいね。いや、ほんまやね、うん、うん、しかし、こんなこと言うてもしゃあないから、うん、いやいや、でもまあいつもの通りのね、放送するとなったらですね、しかしまあたくさん集まってきてあります。まあ本当に、ね、もう一度今やめようと思っている方は、考えていただきたいと思います。入りましたね。今歌入ってます。いやいや、しかしね、ね、外がね、うん、あのパニックになってきたという、前の人が言うたったらそれはなるわってそんなこと言うたら場所言うたらなるわ言うて、ちょ、うの、うん、ちょっとそのパニック状態をちょっと僕ら見えへんからちょっと説明してくれる、うん、あの新野先生のね、お弟子さんのあの宇野さんですよ。よくまあ今も構成されてる、はい、えらい超えたなお前入った時は小平ぐらい痩せてたの、えらい超えたかな。ちょっと言うてはい、うん、道路がこうありまして、はいはい、もうオートバイ車もずーっと並んでますから、うん、でもう全部前の車もすいませんということで、まあ流しても行ってもらってる、うん、人は人もバーッと溜まってます。でその神社のそこの灯籠のところにラジオ1個置いてあるんですよ。そこでも溜まって聞いてはるしという状況なんです。何人ぐらいだろう、うん、
全部もういやそんなこと聞いてどうしよう言うねんなそんなこと聞いて入られもう余計イライラするがな。でもね、え、でもね、そんなこと聞いて裏方の人間っちゅうのはね、うん、ポンと見てね、うん、月曜でもどこでもちょっとね、うん、おじゃんだ裏方裏方って都合よなったら裏方言うけど、いやあんな業者で俺よりも表方やがな。いやいや、このなんかね、うん、これはもうこれからあの舞台の演出もせんならしね、うん、もう今もしとるしいろいろやってるからね、ポンと見てあこれで200人やな、これ250人やなってくるパンと分からんといかんなんですよそらあらちょっと待って、あんたの弟子のやな練習台にこれ使わんといてえな。どっちでもいいけど、あんたなんでそこでな、うん、あんたの弟子だよ、ね、なんかこうしてたらね、みんなにねこう笑いを取りたなんでノックパンチのこの意気になるいやこれだからこれツッコミの方を教えてもらったんですよ。ええ先生、ええ先生あれこの頃やってまんねん、あのビルのあのこの端つこでね、ええ先生、ええ先生、ええ先生っていうのをねマネージャーと一緒にやってる。ほんまな。いやいや、でもあのご年配の方もたくさんおられましてね、はい、あのあお父さんはいくつでございますか。ええ、こっちまで聞こえもうそっちまで行けませんので。57、8年配ね。いくつですか。あ、50歳お若いですね。ほんだらそんな、はい、もうまあ50歳、うわそうですか。苦労なさったんでしょうね。同い年見てみな、落ち着いてはるわな。そうやな、僕ほんまにあかんと思います。お父さんナイトインナイト出てありませんね見てみな、出てはれやかんしやかんしやってせやけど、でもねぬかるみを大体もうこうなったらしゃあない、一時こんなもん手紙読んでやで、はい、どうこうしてるわけもいかないけど、うん、ぬかるみの中にね、うん、その今までずっとぬかるみやってきたずっと経過の中で、はい、もうそのレコードの話がありましたわな。そうなんです、あの方 あれをねこれはもう今日で打ち切ろうということで、ね、本当にあんまり言うたら失礼やからな。そう失礼でね、もうこれはね、うん、どっちがどうこうとは言いまへん、うん、せやけどまあこれここまでになった、このパニック状態になった状態を皆さんにこれ聞いてもらわないから、んで今日でやめときましょう。そうなんです。で名前は言いません、はい、この方やというのを見てわーって笑ってもそれで終わりましょう、うん、じゃこの方がこの方がおかしいんじゃないですよ。ちょっと待て、ちょっと待って、この方を見てわーっと笑いましょう。笑いましょうって違う。ああなんやこのジャケットで笑ってんのか。ああそれはしゃあないないうことやんか。違う、しゃあないな、しゃあないな、しゃあないな、違う違う、それはないわ。その人違うで、その人おかしないやな。何がいいな、ほんなら何がおかしい。その人は俺お会いしたんやから、その人は別になのか、悪い人ですよ、うん、違う、ジャケットがたまたまそうだったっていうことですわ。可愛い人がジャケットにそんなに笑うように映れるか。だって今日日だ素人の写真でもどないちゃんと写すか。何言うてんねん、もう何を言うてんねん。いやそれはね、うん、あの方に関してね、うん、僕もあっち、君もあちこちで聞いてるでしょうけどね、うん、僕今日ねジオン商事の内藤君という人がね、内藤君、ええ、もう25か6ですよ、もうエリート社員ですよ、はい、その人今日電話してきてね、あの方はこの人ですか、僕だけに教えてくださいっていう。うん、そうや、マジでも当たってんだよね。もうだからみんなもう言わんでも分かってるし、その方はどうこうとは言いませんけど、うん、ジャケットだけ見ていただきましょう。はい、でないとね。それではその20人の方に、まだ今ちょっと20人先発、20人の方に来られたわけで、それを渡したわけですけど、今入れてあります、うん、はい、でこのジャケットがちょっとまだ開けるの待ってね、はいはい、僕らはある日疲れて、ぬかるみ世界お疲れさんでした言うて降りていきました。2月前でした、はい、で OBC の推薦曲っていうのがあるんです、はい、でいろんなジャケットがこう貼ってあるわけですね、うん、ほんでバーッと降りた時にね、パッと見ていつもその人の顔いうのは面白いもんだよ。僕らの顔貼ってたら面白いですからね。こんな顔したら面白いですわね。そんな顔せんでもおもろいよな。せんでもおもろいですわ、うん、さあバーッと降りていった時にパッと見てね、はい、2人疲れてたんでしょ。そうです、あの疲れた笑うやつありますわな。バーッと降りた時同時に笑ったんですよね。これはあかんって先生が指さしたわな。いやいやこのジャケットこれはあかんと。それはね、うん、この方に限らずもう10年前から言ってるじゃん。言ってたな10年前から、うん、これはあかんわ。というのはね、こういうとこにあのね6枚こう貼ってあるんですよ、こうね。だからこれひどいなとかね、うん、いやそれは普通の人の例えば角川ひどしさんの顔でもね、うん、その時の状況によってほれあんまり写真の撮り方がね、油みなぎったんなとかね、 そんなこと言うてはもう疲れてるから、うん、言うて帰る、どうもお疲れでした、うん、言うて帰るわけです。これ永遠に嫁に意見でとかね、そんなこと言うわけです、うん、でそういうことが好きな二人なんですね、はい、もう根本的に嫌 やな、嫌 やけどまあそうなんです、うん、そう言うてしまった時にたまたまそういう話があって、はい、長いこと飛びつかれはったったな。
一月ですよね。一月貼ってあったね、一月。あの一月間がね、もう終わんの楽しみでね、帰んのどちらかともなく、これはあかんわっていうのが毎週言ってたよね、これはひどい言うて。ほんなある時、一月経った時変わってたよね。ほんな二人パニック起こって、ふわっと降りて、え、ないっていうことになったよね。なんでないの、ガンちゃん。もうずっと推薦局にしとけ言うたんですよ、うん、まあそのそれとね、うん、その間に、うん、僕はあのハイヒールの桃子に会うたらね、うんうん、桃子とね、これから OBC 行きますねんって言うからね、うん、ほんな OBC 行くんだから階段上がったとこの分かってますわな、あの一番端のあの顔でしょ、あれ失礼ですあの顔はってこう言いよってね、桃子が。あ、桃子は言いよったんだよ、うん、ああほんなほらほんでその時にブーッと僕が笑った思い出があるんです。ああなるほどね、うん、それでは一つ皆さん開けていただきちょっと立ってもらいましょうか、20人の方、はい、20人最初先発メンバー20人、大松のけてですね、はい、大松のけて先発メンバー20人来られました。こう向こち向いて、はい、こう立ってもらいますか、はいはい、ほんで皆に見せてあげてください、うん、もうしゃあない、あそれではこの Q を君ちゃんと言うてください。はい、それでは一斉にみんなに、まだですよ、このジャケットでした、まだですよ、それでこれは僕は買いました、まだですよ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 、はい、やっぱりなっていう声が聞こえてますけどね明けもって、あ、やっぱりなってせーの、はい、どうぞやっぱしと言うな、ちょっと見して、はい、ちょっと見して、ひどいわこのジャケットだったんだ、面白いそういうことです、もうこれで終わりましょう、え、うちの近所言うてる、いやいや、青なこと言いないの今寝てんの、キャーッとどないすねん、いやキャーッてみんなが笑い止まらないからどないすな青なこと言いな、すみません、じゃあそういうことで笑うんやなし、その人でね、はいはい、本当にどうも申し訳ございません、長い間申し訳ございません、これでもうホッとしたと思います、わ、うん、からない方は後でみんなに見せてあげていただいて、はい、でね、これはもうここだけのシーンにしとこな、もうあの学校行ったり会社行ったりして、あれあの方はあのこの人よという名前はもう言わんとこね、うん、まあ言うてもいいよ、いや、もうここだけの秘密です、うん、秘密、そんなすっきゃな、はい、うるさいな、もうダメって言ってたよ、お前、いや、せもね、こうやってあのあこんな時間から集まってくれる先生、今何時や、お前1時25分ですね、1時25分よ、はいはい、アウトちゃうか、こんなこんな時に出てきてな、ねえ、ほんまに、うん、でもあのね、その向こうの方もそうですし、その外に、外にもラジオがあって、その周りにパニックになってるというの、はい、でパニックの声聞こえとけへんな、あのね、なんぼ古戦場や言うてもね、わー言うて聖徳太子が出てきたらどうすんねん怖いで、でもあの14歳の子はこのホースなんか知らなかったでしょ、たまたまお兄ちゃんが来たから、あ、帰ったそこにいてますよ、あ、帰りました、いやいや、あ、帰りましたわね、皆さんの方が帰りましたわ、うん、聞いてたよ、うん、14歳の方が帰りました、確かに帰りました、そら帰りましたわ、ね、うん、ね、うん、うん、帰りました、でもこうやってこの近くから来られてる方だけじゃないんですよ、やっぱり八尾以外から来られてる方っていうのはたくさんおられる、ね、東大阪の方もいらっしゃいますね、何年ぐらい聞いてはんのかっていうのをね、はい、うん、ちょっとこれあの、そうですね、インタビューしてみたいと思う、すいません、始まった時から聞いてはったっていう方、いいよ、おお、この人はせやってん、あの人もせや、僕あの太ったでごめんね、彼顔見たことあるな、あ、サインもらった、始まった頃だいたいいつ頃、1、3人中3です、中3やった、おいくつでした、始まった、あなたの顔も僕見たことあるんですよ、え、始まって2回目ぐらいに電話かけてきてくださいいうのでかけたっけ、あー、あれは、あ、そうですか、あの八尾ってね、僕も地元ですからね、はい、言ったらね、やっぱりなんかどっかで見てんやろね、どっかで見た顔いうのいっぱいあるよ、うん、あれ、あのね、うん、やっぱあんねん、僕ら、うん、僕ら八尾顔やねん、どっちかというと、あるで、あるで、土地顔ってあるで、八尾顔、あるあるある、ね、あるあるある、平野区顔、あるあるある、タコチ顔ね、うん、ありますあるある、
ありますよ。ウッドコラでも、ね、代表的な方ですわ、うん。ウッドコラでもやっぱりね、何枠顔いうのはやっぱり大黒鳥顔ね。なんとなくあります。うん、あ、とばーっと見て、そんなんやっぱうまいことしてあるね。その土地でそういうのは育つと、そういうのはなるねんね。で、まあ、近所の雰囲気はわかるからね。うん、そうこの辺やったら、よく僕はその亀井のパチンコ屋とかね。うん、それからそれね、京橋のちょっと足伸ばして文英とか、昔文英になったやん。文英いた、文英いた、文英言ったのな。京橋、うん、京橋って平野京橋や、ほう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 、京町の方にね、うんうんうん、文英、それからあの平野のね、うん、あの力持ちとかね、よう行きました。おー、それね、懐かしいね、みんなこう言うと。先生、この辺は全く知らなかったやろ。子供の頃も遊びもけえへんかったやろ。そんなん、ほら大阪ちゃうかったもん。あ、なんつほっといてくれ。大阪市内ちゃうもん。ここは市内違うよ。そはどこが悪いねんな。いや、悪い悪いな言うてんけど、大阪ちゃうな。大阪ちゃうかってもええやないか。大阪大阪、それは昔はね、こっからアベノまで出るのにどんだけかかったか。あ、そうやろな。熱いバス乗ってな、ガ、うん、ーなって、うわ、すごい、もうイライラすんねん、もうこれ、うん、まだ途中でね、ふにゃふにゃってなるぞ、うん、あのな、熊田町まで行くのに、な、長いことかかんねん。で、熊田町過ぎて、あともうちょっとやっていう時にね、もう力たたるのに倒れてしまうことあるよ。うん、ほんまに、大概、偉かったで、これ、バス。どないかせえ、言うたことあるわ。バスでどれぐらいかかるの？バスでね、混んでたら1時間ぐらいかかるもんな、バスでやったら。どないかかんの？かかんねんで、阿部のまで出んねんで。阿部のまで？天王寺まで出んの、そんなんで。その、えらい。そないっといとこ、ここ。と、違う。道路が通してまいよんねやから。ああ、そうか。そやから、まあ言うたら関西線のね、その、ね、あそこの、あ、上駅か。上駅かその平野駅か、あそこまで 行ったらええで、うん、あっこへ出んの。でも道狭かったから、もう間違ったら40分ぐらいかかんねや。 あそこのやな、あの公設市場のとこ出んの、どんだけ時間かかるか。あそこのってどこやねんな、一体。ええねん、もうこの辺の人間に分かったら、うん、その公設市場やから。道くねくねしてね、もう道なんかあれへんやん、ここら。ああ、ほんであの、あるがな、もうようそんなこと言うてくれたら、地元の悪口言うてくれたら。いやー、あれ帰られんね、この辺。ちゃんとした道あるか。あるがな、ちゃんと見ないし。まあ、ずっと来たけどね。みんな、来たやろ、ずっと。先生、どっからやったら25号線ずーっと来た、そのままやな。そのまま来た、そのまま。そやろ。だから、今、その阿部野行くのにね、1時間かかる、まあ、昔のことでしょうけども、うん、ちょっと信じられへん思いですね、僕らは。うん、ここに、もう20年以上住んでおられるっていう方とは、どこ。あ、お父さんの代、親御さんの代がね。あ、やっぱり 古いお家が多いんでね。とこやで、この辺、ほんまに。あんな、ね、もう、木のええやつが多いんだよ、ほんまに。そらそうや、そらそうや。だから、俺はね、その環状線がね、うん、できる、できかかって、まあ、できかかるとこから、できてまでもう全部知ってるわけよ。え？あの、そこの、その環状線、そこの環状線の中間。中間ができる時な、はいはいはい、まだ中間ができてない時から。昨日今日なんかそんな僕ら上等線言うたんやで、あの昔は。どれ？いわゆる環状線のこと。違うわ、先生まだ分かって。いや、分かってます。今道路のこと言うてんやろ。そうそうそう。寺田町、桃谷、そのというそのあの天満、森の宮、こっち来たらあのあるやんか、阿部の言うこの大阪ね、そのことを言うてんの。ああ、うん、そうかよ。そう、あれの出来かかる時を知ってるの。いや、それ知らん。それは昔あれ上等線言いましたからね。あれはもうできててんやろ。それはもうできてました。うん、できてたらええがな、別だ。あれを出来かかるとき見ててやったらすごいで。ほな、環状線を出来かかるの見とって、それは偉いのかいな。そんなもんね。あのな、50もなった人間が、汗水垂らし、そんな。年言わないでください。そんなこと言うのおかしいで、ほんまに。そやから、そういう地元の人間がね、うんうん、こう、まあ、言うても先生と僕と言ったらね、僕は本籍が、はい、何がく日本橋ですわ、4丁目ですわ。はい、だから、いいよう似てるわけですよ。はいはいね、うん、だここにはね、現在こなして集まってきはったら、あれどうこうって今喋ってた子おったな、あんたと誰と喋ってた、あの知り合おったやろ、なるほど、彼女、あの子、あの子、うん、誰、え、高校の友達、あ、たまたまこっち来たらおった、みっちゃん、ちゃう、何ちゃん、どこの高校、
八尾南高校。八尾南高校。八尾南高校言ったら高橋智也さんがあれちゃうの。あれ八尾北高校。あの歌ええなあの校かな。八尾北高校の子おる。おいてるかな。うん。あの歌ええなあの校か。ここにだうんだ。あのな歌われんかったらいいな。ああ八尾北高から来はったな。八尾南ねあんた、ここいてるよこの物の近所の20年以上ここに住んでらっしゃるいう方が出上げはった、うん、あそこに黒いきあの服着はったね、うん、あの奥さんもいてはるやんか、はあはあ、やっぱり土地に20年以上住んではるということはね土地に愛着あるでしょうねやっぱりねえ大松さんの向かいやったよ向かいやった大松さん今日ごっつえあんな寿司だけではすまんで多分俺すぐこんなエロい宣伝やがなおい寿司は大松よあのそこまで言うてしまいなお母さんまた一気やんで、まあここで一応コマーシャルでどうぞ、はい、ちょっとお知らせです梶井さんよね当たり前のことやいやいや経済で怒ってもいいけどそらあかんかそんなここやったら俺らも死ぬがなみんなでえこれ入ったのえ入ってだ今あの白を言うとかとちょっと君からちょっともっと言うてえー、っとですね本当にあの、はい、たくさんの状況になってきてますんで、はい、なるあのもう絶対に来ないこちらの方に向かわないようにしてくださいはいそれで経済で、うんま、こんなことも放送で言うの言うとかんと経済でタバコの吸いタバコは吸わないでと、はいはい、昔歌にありますが経済でタバコは吸わないで言うとあるわ、はいはい、ベッドでタバコや分かった分かったそれは突っ込まんでもええボケやねんこれは、うん、今やってんのは節飛んだですその歌節飛んだよみんな節飛んだに行け、はい、ここあのなんか空気ええなあ空気ええなこう向こうの方にあの万博の会場見えるでもう言うてもあかんか聖徳太子方々で戦争しとるいやけどまあねこうやってみんな、うん、あの集まってた時ってねあのだここに、はい、あの新世界ツアーに来てた人ちょっと新世界ツアー行った人ああそれでも1万人のあの人どこでも参加したわけだいやいやああ新世界来たはった、うん、あの頃いくつやったんですか中学高校1年とかねそのぐらいそうか、はい、一緒にいてはりますねなんかツアーに参加した人ちょっとおられますか何でも参加した小豆島ツアーね門田行った門田も行った、7、8にいてはりますねああ見てはるねはいはいはいまあでもしばらく聞いもでも今現在ねこれいや僕もねこういう状況でこのぬかるみでねやんのって久しぶりやねうん久しぶりですわでこれねこんなことうだうだ言うてても知らないんでね、はいうんうんうん、何しようか今ここで決めへん知らないでこんなこと言うててもね何したいかうん実際これ聞いてる人がね、うん、あいつ何しとんねんと一体何しとんねんと、うん、何や全部に責められて二人で暮らしてほんまはねこういう手紙をねやろうと思ってたんよ、うんまあ、例えば宮古晴美さんのことについてね、うん、あの来てはるんですよ来てはるのいやいやあのお手紙がお手紙をねはいそんなこと言い合うねんと何もでも言うねんいやいやいやそれはやめましょう朝まで言うてられるそれはやめましょうはいなうんうん宮古晴美さんの引退先生引退せえへんとかどうとか言ったでしょまた引退するできますかいなそんないっぺんおいしめ味をうた人間がまた帰ってきたやろ違うなんでそんなこと言いますねんいやいやそうやんかえらい怒ってはりますせ怒ってはるせんあのな俺もな夜中にこの手紙読んどんねん、うん、で先生がいらんこと言うたことまあ俺が言うたことは俺に怒らはんのよろしてうん、そやけど先生がいらんこと言うたやつもえらい怒ってはるしやねんいやそういやいやこれはまあ怒ってはるいうかねそんな、はい、宮古晴美さんは絶対に歌手として再登場はいたしません彼女は自分の限界を知ったからこそ辞めたと思いますうんね出てきたやんかまたプロデューサーとかなんとか言うてそうだプロデューサーやあんなもん出るに決まってますやん僕大好きよ皆に惜しまれて花のあるうちに辞めようと決心したのだと思います、はい、それは彼女にしかわからない微妙な衰えを彼女自身が感じてしまったからだと思うのです最近マスコミにしつこく追いかけられて年を取ってからまで歌いたくありませんと吐き捨てるように言った時私は彼女の並々ならぬ決心と、これ何、
清潔さを感じましたか。 NHK の銀河テレビ小説で笠置シヅ子さんの半世紀をしていましたが、彼女が歌手を、吉田清志来たわ。どこに。ああ、吉田さん来はったわ。うん、そんなとですよ、吉田さん。まあこれはこれで、お茶置いとこう、はい、またまたええとこへ先生登場しまんな。近所やねん。スイカ、え、やおやな、スイカ、ええな。先生、先生聞いてあったんでしょ、ラジオ聞いてた。この人数やったら、そのこのスイカ持ってきてどないしまんねん。いやいや、僕はあの、これも将軍、おじゅっさんとか、おじゅっさんとか、ありがとうございます。そういえばな、こんなみんなでスイカ割りしてやろ。すごい人ですね。思ってもいっぱいですよ。申し訳ない、もうちょっとあかんと言わなあかん。いや、それは先生があれ言わないと。先生が先生本当にいっぱい八尾の地の人間やから、だからもうこれ以上来てもらっても入れませんから。本当にね、よう大使堂来てくれました。ありがとうございました。名前全部出して、この辺は一応ね、小枝さんですわ。市会議員は市長は山脇さんです。よろしく。この近くでしょ先生。近くです。ここね、はい、すぐ近くですよ。ほんなら、しゃから将軍寺とか言ってたのも腹立ってくるんですよ。将軍寺でしょ。いや、俺は将軍寺でしたよ言ってたけど、先生が寺寺って言わはるからやね。それそんな、ここで先生のこと知ってある人いてんのちゃいます。僕はなんか、あ、いたろいたろ。なんで。あ、どうも、新鮮が新鮮が親戚、あ、来たぞ、来てるよ。いや、ええー、てんの親戚やって、これおもろいな、これ。いやーこれ、よー、親戚いてたな。はー、やかましい親戚だな、いや、どんな親戚、どんな人。え、お茶、どんな人って、いや、よう似てます。いや、僕と僕とよう似てるな。ほんまやわ、ちょっと立ってみな。へえ、ほんで、あの方にも似てるな。やんでやな。ああ、いやー、なんかねえ、いや、ほんで妹、妹かわいいやんか。全然あれやん。かわいいかわいい、ちょっと妹かわいいがな。で、どんな人、どういう親戚。うちのおふくろと彼のお父さんと兄弟なんですよ。偉い親戚やがな。そうです、そうです。ほんならいとこやん。家も近くですね。はい、いとこやがな。そうです。いや、僕のお父さんが、はい、父がいとこ。え、父がいとこ。いやいや、ですから兄弟です、うちのおふくろと。何を言うとこ。分かったから。だからちょっと誰、だからちょっと待って、俺が言うたろ。あの吉田清先生の、はい、あのお母さんと、はい、ね、それから君とこのお父さんとが兄弟。おじいさん君とこのおじいさんと。あ、そう先生間違った。先生間違った。ということは、ちょっと待ってな、はい、え、待ちますよ。え、先生とこのお母さんとここのおじいさんとが兄弟です。兄弟ということは、はい、先生とここのお父さんはいとこ同士。そうのいとこ同士の子、いとこの子といとこというのは、これどう、なんという仲なの。なんちゅうのやろね。またいとこじゃないでしょ。またいとこじゃないですよ。固いとこ、固いとこ、はとこか。はとこは違うでしょ。おいっ子なるんかな。おいはないやろ。おいではないよ。だからおじいさんの子、孫やろ。そうですよ。君孫やろ。はい、ほんなら先生はだから孫ということは、せん、まあどっちでもいいです。ということは、ほな君はおじいちゃんやん。うん、ほな先生おじいちゃんやねん。アホな。アホな。アホな。おじいちゃんちゃうの。もう早帰りやんか。ほな君な、あの吉田家でな、あの鶏3000羽買うててな、ある時台風が吹いてきてな、バーッとその屋根が飛んでな、鶏全部飛んでもうたこと知ってる。それはこのラジオでなんか言ってたから知ってる。君自分とこの家の話ラジオで聞いた。うちじゃありますよ。うちじゃありますよ。そうそう、まあ親戚だからな。昔なんですね。そうです。ほなおっちゃんがラジオ出たのも聞いたことあるの、そのおじいさんが。おじさんち、だからあの何やったかな、 NBS のあのそれいけ、そうそう言うて、うん、それいけ、の横山ノックか、あの妹がまた帰らせ、それは言うたあかんねんって言うて、おびしいやからな、言うたあかんねん。だから、うん、あ、そう先生、あの僕追ってもん出てるんですか。いや後輩やがな、私も兄弟どっちも追ってもん。
今度これ繋がってるかな。繋がってる。ということは先生金持ちか。あ、なだから先生と池田先生はまあ兄弟みたいなもん。その弟子が吉田先生であり、そしてその吉田先生のおじ、だから親の兄弟の孫が親戚であって、その親戚のあなたが同じ来たらだよ。お前ややこしい人間やな。こんなややこしい人間来な。頭おかしなのか。それがおっても言ってもあんねん。これすごいがな、はい、あ、卒業した。君いくつやの。え、僕、16です。え、おっても卒業したやの。卒業した。あ、中学を。いや、小学校を卒業した。小学校の時行ってたんかい。そうそう。ああ、なるほど。ほ、うん、で、今は違うとこ行ってんだよね。はい、うん、ありがとう、座って。うん、はい、どうもありがとう。君な、4人分取ってんねやん。いやいや先生まだちょっといときなあれな、うん、いやまたやれへんですよ。ほなこれはこれあの聞き出した頃から分かったんですか。ああすぐ分かったって。分かりましたですよ、うん、あの市民病院で、うん、であの聖徳太子言うたらもうすぐああ通り越したんやなと思ったんですから、うん、まあこういう企画に対して絶えずね、あの反抗的に、まあ、ずっとぬかるみをですね、うん、あったかくまた厳しい目で見てこられたあの吉田清先生に。いや彼はずっとあのモニターしてくれておったもん。いやもうそれは最近してくれてへんのなんで。あれ最近ねちょっと朝が早いんです、うん、月曜日がね。ああそうか。でそうかもうちょっと仕事ちょっと終われてもう寝てしまうんですよ、もう日曜日もね。あそうか、あの朝あのハポにハポちゃんのやつありますか、はい、ちょっと朝もういつも6時半に家出ますんでね。今吉田清ね、うん、何本仕事してると思う。いやそんなことないですよ。もうねうちの事務所のね、うん、この給料明細が、給料じゃないギャラ明細がもうね書く欄がないのよ。そんな儲けたりまんの。そうそう、儲けた冗談だよ。儲けてる言うてへんよ何も。ああ行さん仕事してんねやんだから。先生は行さん出てあります、ね、いやいや僕は関係ないですけどね。吉田清宇野宇やで。これ近代事務所やなで考えたらな、でもせやけど昔からねずっと聞いてはったし、もうこういうイベント久しぶりに見はってどうですかね、はい、いやいや全然ええこと言うてもらおう思ってた。いや本当にね僕はどっちかというとスタジオが好きなんですけどね、はい、ただまあ今日は太子堂へ来てくれはったんで、はい、それは嬉しいなと思ってほんまは外に出るのは僕は好きじゃないんですよ。あの聞いてる側としたらね、うん、ここの会場は盛り上がるんですけど聞いてる側はちょっとしんどいんですよね、うん、だからスタジオでうだうだ言うてるのがやっぱ一番楽しいんでね、うん、僕は不安としたらその方がありがたいんですけど、うん、今日はまあ太子堂ですからね、うん、何でももうね地元意識のきつい男やからね。きついのよ。いやで僕は大体この辺の鶴瓶ちゃんもねすぐそこのね、だからまあどうしてもねこっちへ流れてきますわな。来るんだったらここは神戸の人怒ってはんで、神戸の人も堺の人も怒ってはる、怒ってはるわな、こんなもんな。そっち飛んだの人も怒ってはるしな。まあとりあえずコマーシャルです。はい先生もうちょっといときなる。まあせやけどねこうやって宮古晴美さんのことも中途半端になりましたわ、はい、スタジオでやってるからこそね、うん、こうやってまあ集まってくれはるけどね、はいはいはい、別にこれはこれはね、うん、前から吉田君よく僕に言うてましたよ、うん、その2人とねその現場の人間は気ええやろうけどもね、うん、聞いてる方はもう一つおもろないの違うかなということはね、それは僕もうーんそうかなという考えもねよくありましたけどね、うんうん、だから、うん、今ここでスタジオの雰囲気出せ言うてもこれは無理やわな、うん、そうなんです。もうこの人この人来てしもたやもん、はい、うん、ねえ そうね、それでまたこんなことになってしまった。その宮古晴美さんの手紙ちょっと最後まで読み途中やったからね、はい、レコードのプロデューサーをするといえば、はい、世間はすぐ歌詞への復帰の伏線としか 見ないでしょうが、うん、まあ、先生もそう言ってたわね、はいはい、この仕事は引退する時点から希望していたのではないでしょうか、うん、というのも引退するとき森進一、五木ひろしに彼女の引退後の仕事は何が良いかと質問したとき、うん、二人とも、以降これなんて以降どう、何だったかな、幾度にレコーディングディレクターに向いているとその才能があると断言していた事実がありましたので、うん、彼女の今度の行動も、うん、
予定通りだと納得しているのです。超一流の歌手は引き際も立派です、うん、それだけに自分の生き方がしっかりしていると一流になれないと思います、うん、しっかりしていないとかな、うん、いい加減な決心で引退したわけではないのですから、うん、宮古晴美という歌手の存在価値を高めるためにも、うん、絶対カムバックというようなことはしないと思いますと、うん、私の耳も僭越ながら彼女の声の衰えを、感じていたことは事実です、うん、声の衰えをうまさでカバーして、うん、一生歌い続けるというのも一流の歌手なら、うん、絶頂期の時にやめるのも一流の歌手、の哲学だと思います、うん、実際彼女は大阪しぐれでそれまでのいい気持ちのいいほどの歌唱からベテランと呼ばれるにふさわしい味を出してきました、はい、しかし彼女にとって若い頃のあの迫力こそ、うん、宮古晴美という認識があったのではないでしょうか、うん、あの時の歌唱力が、うん、できた上での大阪しぐれではなければならなかったのではないでしょうか、うんうん、私はそこに彼女の自分に厳しい冷静さと謙虚さを感じ、うん、だからこそあの素晴らしい歌唱が生まれたのだと思います、はい、私は日本の歌手の中で美空ひばりは別格として、うん、自分の人生観が歌に反映できる歌手はこの宮古晴美と森進一だと思っております、はいはい、まあ他ずっと書いてあるんですよね、はいはい、でもあれですな、普通のおばさんがプロデューサーしますか。あの人普通のおばさんになりたいって辞めたんやろ。いやでも人の考えって変わるで先生。そうと思うね。と変わるしね。僕は宮古晴美さんにカムバックね、もう初めからすると思っておったし、うんうん、してほしいね、うん、で、まあ今までみたいなね、あんなチャラチャラもテレビ出たりそれはせえへんやろうけども、うん、あの LP をね、うん、年間に自分の LP 作りの歌手ってまだおるやんか、うん、演歌歌手にもそういうのあってもええと思うし、うんうん、それやっぱり年に1枚とか、うん、そういうの作る、うん、で、時々そのコンサートやる、うん、で、テレビに時々出る、そういうカムバックの仕方も僕はあると思うんだね、うん、まあ、そういうロングビッグ歌手ですね、あの人は、うんうん、になってほしい。だから僕はね、タレントとかその歌手とかいうのはね、うん、何通りもあると思うんですよ、例えばグワーッとわーってキャー言われてね、うんうん、僕らなんかはギャーとか言われる人間じゃないですよ、うん、ギャーと言われたとかどうとかじゃないですかね、うん、俺どっちか言うとね、ゲリラ的なタレントだと思うんですね。それと全く芸能人といたはるもん、うんうん、僕は別にキャーとか言われるよりも自分のこうやりたいことっていうか、うん、自分のしたい仕事とか、うん、自分の雰囲気の作るテレビとかラジオをね、うんうん、作っていきたいとずっと思ってた、うん、だから人が多く聞こうが少ないかろうが、うん、自分が一番納得できるような形っていうのを取りたいと思うタレントと、そうじゃないタレントっていうのはあるわけでしょ。例えば絶えず前に出とかないかっていう、だから宮古さんはね、宮古晴美さんはね、うん、あの君が、うん、ずっと従来思ってきたような形を今後取るのちゃうか。ああそうやろうね、自分で納得のできる仕事をしていこうと。今まではやっぱりプロダクション入ってね、うん、行きたないとこも行かされたり、うん、歌いとない歌も歌ったりいろいろしてきてはったんやろかいな、うん、それはもういっぺん釘をつけて、うん、今後自分のやりたい仕事をやろうというそういう歌手、やっぱ大歌手ですからね、あのあったかいうまさやからね、うん、いやそやけどね、うん、僕らから見ててもいろんなね、自分はこうタレントですよね、うん、なんかやってて自分のことははっきり分からんけども人はこうした方がええのになとかって思うわけです、うんうん、昨日ね僕ヤングタウン東京で撮ったんですけど、その時にね、はあ、中村徹ってね、徹君あのアイドルね、今アイドルいうか、まあ、俳優で若い人ですよな、はい、かっこええね、また186のタッパでね、はあ、それで普通の人やねこの人、はあ、ふっと来た後ろに「あおはようございます」ってこんなんやね、はあ、それでねあの人ね、なんか高倉健の雰囲気も持ってんのよ。ああ言うたらそういうすごい俳優のすごさ、若さで。もう一人の清水浩二郎君いうのはね、これはミュージシャンやわ。ああこっちはね、俳優のね、すっごいワクワク。俺思わずね、ほんまにサイン頼まれてましたからね、人に、うんうん、俺普通の人に頼まれてもせえへんねんけど、うんうん、で、その子見てみて、あ、この子はこの子をサインしてほしいやろなと、うん、僕が頼まれた人もよっぽど欲しいやろなと思って、うんうんうん、サイン2枚してもらいまして、うん、そのサインしてましたけど、あの子の売り方っていうのは、うん、絶対にテレビに出ないとか、うん、例えばもう歌みたいな歌わないとか、うん、歌が悪いわけじゃないけども、うん、昔の俳優のパターンで売ってほしいなと思うのね。
逆に言うと、ああいわゆるスタートしてね、スタートして、そんなあれやんか、今上岡龍太郎さんがよう言わはるわ、バリアっていうかね、昔の市川歌右衛門、あの人におった時なんかはそば寄られへんバリアがある、あ俳優ってそれあるやんか、俺ハワイであの石原裕次郎さんにおった時ふーってね、ふーってなったよ、俺なんか道でおったらもう塀みたいに、いやーぜーぜーぜーってまあまあそれ嫌がっておったな、いや嫌がってたいうか、もっと普通にやってほしいもんだ、それがだんだん分かってきたよね、ああこれはこういう喋り方しはんねんっていうのが分かってきた、うんうん、初め普通自分なんてもそうやで、急にやな全然しない人にやで、後ろから思いっきり背中バーン叩かれて、調子のいい時と悪い時あるからバーン叩かれて、いや痛がっとるって、その誰でも怒るで、うんこれ思えへん、うん、そういうことをずっとなってきてだんだん慣れてくるやんか、うん、こっちもその対処の仕方が分かるね、はいはい、それよりバリアのできるタレントっていうのはすごいよね、うん、うん、それはすごいですね、うん、そのバリアのできるそういうことっていうのかな、うん、うん、何やの先生、え、よしっこして、違うね、あのね、うん、いやいや、何やの、なんてことないんです、これはガンちゃんが今僕にね、うん、サインを出しちゃったん、何やの、何のサインを出しだってたら分からへんねいや、チャックがちょっと降りてったんや、これが。もうそんなことどうでもよろしいやんの。ガンちゃんがこう上上げていいやったら。ガンさん、人の話聞いてんのか。人のチャックの方が気になるの。いやまあみんな大勢の前ですからね。うん、ええやんか、うん。合ってないようなもんやんか。やかましい、ほんの下ろそうか。聞きたいな、でもちょっと聞かないな、大丈夫なのかな、お前あ、今どのね、はいはい、いやいや、今僕あの大阪しぐれね、聞いとってね、うんうんうん、あの歌い手さんってのはいいね、あのつまり自分の絶頂期のことがきちんとかで残ってるし、うん、でファンの人もそれ何十年経ってもそれ聞けばね、うん、それはまあ音質は多少悪くなるやろうけども、うん、これきちんと聞けるでしょう、普通の、はい、まあ、俳優さんは映画が残るか、うん、映画が残るか、残らんのお笑いさんあのね、残ってね、うん、俺ね、昔のコンサートとか自分らでおしゃべりのコンサートで、ね、うん、テープなんか残してあるんで、うんうん、絶対聞かへんよ、うん、絶対聞かへんわ、それとかね、ファンの子がね、ワイのワイの90とか昔のぬかるみとかって送ってきてくれやる、俺聞かへんわ絶対、うん、っていうのはね、やっぱりね、今と全然ちゃうね、喋り方が、そのそう、ね、これでね、うん、自分の喋りってね、すっごい嫌やね、うん、分かる、喋ってる自分はええねんで、別に、うん、その時に喋ってんねんから、これはしゃあないかな、今、うん、言うてる時に横手から喋ってる自分の嫌な自分が出てきよったら、これはもう喋られへんわな、喋ってるときはしゃあない、うん、でもね、喋り終わった声聞くのすごい嫌やね、なんちゅう下手な喋り方してんねんやろとか、ついつい思うね、呼ぼうと思うのが今3つありますね、はい、その中に先週ね、うん、これトイレのシャワー流さんしつけで今ほれトイレのシャワーの話がありましたな、シャワーちゃうシャワーちゃうごめんわ、あの流すやつ水、はい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 、トイレの水を流さんかった、おしっこの時流さんおしっこの時流さんかった、うん、あ家庭に育った子が新婚旅行行って帰ってきて、ああうちの家庭はどうこうびっくりしたいうのあのね、うん、ちょっとこれ驚くで先生、うん、いや先よさっきコマーシャル間に、こんなんあんの言ってたのこの手紙ちゃうよこの後に読まね、うん、まあこれなんや、これこれ持っといて持っといて、自分も用事しいや、何をやるの、鶴瓶さん真野先生初めまして、私ごときがお手紙を差し上げてもよろしいでしょうか、いい、先週トイレで小便をしても1回では流さないという話題がございました、うん、私その方のお便りを読まれた時、うん、布団の中で耳を澄まして聞いておりました、うん、その手紙の差出人は、うん、名前を読まないでおきますわ、書いてあるんですよ、うん、まあええか、うん、カニカオルもしくは、カツラカオルと言いませんでしょうか、そうなんですよ、そうなんです、その人なんですね言うてええのかやな、そんなこと、いやいや、この人だだ呼んでいた言うてええの分かるわ、うんうんうん、そうでしょうかでしょ、うん、そうであれば私の娘でございますすごいよ、お恥ずかしい話でございますが、はあ、
新婚旅行の日といい、うん、話といい、ほぼ間違いないと思う。はあ、新婚旅行先から帰ってきた娘が私に申したことも同じでございますし、はあ、何万人もの方がお聞きになっておられるラジオ番組にあのような話題を持ち込んだのが娘であれば、うん、お二人様お聞きになって出した方にお詫びを申し上げます、うんうん、私も主人も嫁いだのが17で高校を卒業した後すぐでございます、はい、主人は現在48歳、私は40歳、うん、娘は22歳、20歳18歳、うん、長男20歳、娘は、うん、6月に嫁ぎ、この秋に二女が嫁に行きます、うん、次女が嫁に行きます、うん、6月に嫁いだのは三女で、うん、長女は3年前19歳で嫁ぎ、うん、私は孫2人を持っております、うん、ね、吉田家みたいやなこれ。ちょっとややこしい。分かりましたか？分かりますよ。分かりました、ね、私は孫2人持ってます、はい、そこしか分かってんじゃん。いや暗いねん、電球切れたんねん。そう、切れたんねん。そんなあのな、借りてんねん。どこも貸してくれはれんかったん、ここのおじさんが貸したるよあってん、はい、電球ぐらい我慢せえ、はい、でもつけはった方がええと思うわ。いやいや、まあなんか、はい、帰ってからつけなあれ、はい、まあどうせやったらね、うん、早くつけといてくれ。私も主人に嫁いだのが17歳ずっと書いてあって、それは分かりましたね、はい、うん、私の家は厳しく、私と主人の部屋は別で、うん、主人は床の間、私は洋服ダンスなどのある部屋で眠っております。すごい厳しいね、うんうん、夜は、うん、やるぞの一声で床の間の部屋に浴衣で行きます。昔やね、奥さんが、うん、やるぞの一声で、これ奥さん書いてあれで、帯ときながらな、そう、あのな、そこまでは、ね、お二人は今それでも4人も子供がいるとお思いでしょうね。夜中にラジオを聞くなんてもちろん隠れてです。廊下の薄暗い電灯で書いたのでございます。乱筆です。鶴瓶さんはラジオで今でもこんな家があるのかとおっしゃってましたが、私は嫁に来た時からこの生活でしたので、うん、幸せだと感じております、はい、主人も口には一切出しませんが、うん、私にも子供にもとても優しく、うん、この主人と結婚できたことを一生の幸せと思っております、はい、結婚して生活は別になりましたが、うん、娘には娘の考えがございます、うん、私は自分の考えを押し付けたりはいたしません、うん、娘も自分で行動し、うん、自分で考えて旦那様についていこうと一生懸命でございます、うん、私と主人は黙って見守り、うん、迷った時はそっと道を教えてあげたいと話しております、うん、トイレのことも、うん、私がきちんと教育が行き届かなくて、うん、話せなかったことが娘に誤解されたこととお詫びいたします、うんはいはい、追伸だらだら書きましたがバカな母親でございます、うん、でも娘がぬかるみを聞いていたとは、うん、もし放送を聞いていたら、うん、香里ごめんなさいね。ではこれからも楽しい放送を聞かせください。ええー、なこれ、うん、たまたま偶然やねこれね。えうん、ありがとうございます。偶然やねこれ、うん、いや僕ね、うん、おしっこした後水流さへんというのね、うん、その前にギャンギャン言うことでもないと思うねんね。ギャンギャン言うことでもないけども、うん、流してもええんちゃうの。流してもええ。あれせえとね、ショーと大って書いてあるやろ、うん、あれあまりにも差別しすぎて思えへん。あのショー流したらトゥルトゥルトゥルってやるね、うん、お前出てるのかなと思う、うん、だから僕いつもショーの時でも大のようにシャーって流すわ。もったいなことするな。もったいないというより、ね、あれちょろちょろちょろって気色悪いねんか。あの師匠のやつこれ横手でやってこの水槽があって横手でカシャってこうする出るか出んかわからんぐらいのやつはない、うんうん、どうやったらシューって出んのに、シューやったらシュルシュルシュルってそうやけどね、うん、あのまあもうここ2、3日雨降ったからね、うん、あのええようなもんのね、それまで全然雨降れへんかったやん。非常にしょうもないこと言うて、うん、あれは飲料水が流れてんの。飲料水です、飲めますよあれ。もちろん浄水ですわ、浄水道ですわ。あ、そう、うん、こんなんもったいないな。だからね、あれもっと違う別に浄化栓やつ流してたらええのにな。神も下も一緒にしてあるな。一緒にしてあるの。あんなもん飲むわけないのにな。このカンカンでね、東京なんかね、もうあの制限なっておったでしょ、給水制限なっておったでしょ、うん、だからその時やっぱりね、やっぱり水使うのやっぱりちょっと遠慮したよ僕ら。こっちで
師匠おしっこでか。いやいや違うもの、こっちで遠慮したわけ。なんとなくやっぱりね、あの水ザーッと流したりするのをねちょっと控えようかとは思いますよ。これあれ新潟の方のね、うん、あれちょっと新聞に書いてある新潟の方のなんか知事課になんか頼まはって、あの県のね、うん、人に頼まはって、うん、あの東京の人が、うん、で速攻の山の雪解け水こっち流してるからイエーイって言わはった。 あれもんやな、まあ、向こうそっちは人口密度が多いさが勝手やがな、いやいやって言わはったらしいね、まあ、事情があんねやろな。そらほんだら今度タクシーの運転さん今日言うてはったわ。ほんだったら東京に住んでる新潟の人みんな帰ってくれたよね。そらあの米価と違いますか。お米の喧嘩なるでそれ。お米の値段とね、お米の値段が今度、生産者米価が引き下げになるんですか。うん、高い米食うてるやん我々。そうやわな。せやけどこれ農家の人にとったらやで、やっぱ引き下げになったらね、これやっぱり辛いことやわな。もう農機具とかそんなもんいっぱい食うてやね。で僕らテレビ見たらね、もう日本のその米作りと、もうカリフォルニアの米作りとはもう全然もう根本的にめちゃくちゃ違いますからね、うん、日本の米作りそれはもう手かかるし、そらね、まあ狭いからね、狭いから、タコつくわいな、そら、うん、まあ、当然向こうの米は安いわいな、うん、それ安い米食いたい、うん、としたらこの日本の農家の人は困りはる。あれでもカリフォルニア米ってうまいの。うまいのもあんねん。こんな長いやつやろ。いや違うね、もう向こうにももう美味しいお米があんねん。それがもう日本のお米の、まあ、10分の1ですか8分の1か知らんけど、僕ら今買うてるそういう米屋さんから買うてんのはあれ日本の米んでしょう。だまだ米入ってきて自由化されてませんからね。そうやろ。だからこれ自由化されてしまうと日本の農家ごつ困る。どっか外国行ってもそれ長いパサパサの米あるわな。あんなもん俺よくあんで。あれカレーにうまいよ俺は。パサパサの米は。俺あれあかん。香港でもあれで焼き飯作るはたやダメ。あんなもんよく食べよう。なんやパサパサの中に中にちゃってなってるようなあんな米いらんわ。そら日本の米の方がうまいな。あうまいな。そうだな、もうほんま手作りやからな。はい、さて皆さんこれちょっとこんなことほんまにあんのかな。そんなことそんなことやで。そうだね。また女の人がそれ書いてはんのよ。ちょっとあの怖いの19から以下の方耳を、はい、ね、19から以下の方来られてないと思います。そんなにはおられないと思います。18歳未満しか来られてないんでね、うん、そんなにたくさんまだ見えにくいなこれ。まだこれ鉛筆書いてあるからねこれね、うん、世にも恐ろしい話を聞いてください、うん、私初めて救急車に乗りました、うん、入院してるんです、うん、私彼と神戸にドライブに行って、うん、あれしてたんです。車の中でその時車のドアがきちんと閉まってなかったのか、ちょうど本当にちょうどその時に私と彼がしながら落ちたんです。私頭打って12針縫いました。神経も切れてしまって頭叩いても痛くないんです。彼は怪我は大したことなかったんですが、うん、場所が場所で、うん、そこぐねったんです。奥の方まで奥の方まで入ってもうまあですよね、うん、時に、うん、じゃあスタジオでも同じこと言ってなんかええからな、うん、入っている時に、うん、転がり落ちたから大変です、うん、大変なようでも本当に2人とも怪我は大したことないんですが、うん、彼はお医者様が診察している時、うん、大きくしたのです。捻挫みたいなものでマッサージするんですよね毎日。どうしてお医者様がじきじきするかというと、うん、今まで看護婦さんが来ていたのですが、うん、立ててしまったのです。私隣のベッドにいるのですが、うん、その間だけビニールカーテン引かれるんです、うん、でも嫌ですよね、うん、看護婦さんと彼が2人で私のいるところでカーテン1枚隔ててマッサージだなんて、うん、初めて来た看護婦さんは20歳代であろう人だったですが、うん、
その後来た人は50ぐらいの方でしたきっとナースセンターに走って帰って交代してもらったんでしょうね、うん、キャーと言って走っていたから、うん、でも彼はその不調さんらしき人50歳ぐらいの人にも立てるんですサービスのしすぎです。それでこれからは担当の男のお医者さんにっていうことになったのですが、男の人まで、立てるんですでどうにか退院の日が来て、彼だけが退院の時看護婦さんたちの人気者になっていて、うん、花束やプレゼントをたくさんもらったわけです、うん、この手紙を出すことを彼に話すと、このことは書くなと、うん、俺の家の末代までの恥だと言っていました、うん、救急車が来るまでに服を着てたと思いますが、うん、あっこが痛くてってまあ書いてあるんで、まあいろいろ書いてある、ちょっとこれ読めば、ポペコが痛いですね、で抜けなかったってもう言ってるがな、二人でそれと書いてあるね、痛くて抜けないまま二人でこの世のものとは思えない格好で車に運ばれました。だからこなして運ばれたよほんまにやんねえこんなこと、あのよむあのうん、喉詰まってきたよ、昔言うたのなんか、抜けへんとかなんかよ、どこのまま運ばれはったんやな、一人頭十二針ガー抜いてガーって、はあ、その本人から来てんねんかなこれ、はあ、でその男の人はそのマッサージしたりするのは、折れたんですか、名前も書いたで、これ名前言われへんもん、これ折れるとか、なんかそういう風な筋違いなったんかな、捻挫やろね、ここの、うん、はあ、あれ時々なんか凝る時ない、凝る時なんか凝ったようなことない、どういうこと、いやそれは男の人しか分からへんけど、先生ないか、凝る凝るっちゅうのはどういうこと、じゃあなんか立ってて凝るわけそうやな、凝るいうの分かる、なんかだるいっていうかね、分からんやろ、うん、わからんって言うてるやん、いやいや肩凝った時にグーッと揉んでもた気持ちいいのと一緒に、その変な気持ちよさやなしに、なんか肩こりの気持ちよさの時ない、それ俺だけか、それは立ってる時はそういう状態やねん、いつでも、あそうか、うん、ケラでこんな話でいやちょっとその転げ落ちたようなね、うん、カーセックスいうのは僕はそんなのしたこともないですけどね、うん、つまりこうあの僕はまあこれ、まあ、男としますよな、でこうあの車やな、これがな、うん、だから俺正面やわ、でこれここにあの俺がね免許持ってない、先生の免許持ってない、やっぱハンドルありますよ、どんなハンドルどっちやで、車向こう向いてんねん、ああそうかいな、うん、でまあ僕はこう運転してるすわな、俺は女でなんであのな先生考え方おかしいで、うん、違う高尚な正面で正面か、これがまあ僕は運転やな、はい、こっちは右やから、うん、な、うん、ほんで大概リクライニングすんねやんか、はい、な、うん、ほんでこの前違うと思うねん、なんでやのんな、リクライニングと違うと思うねん、運転してみ、もうそんなことしたことないよ、これこうやと思うねん僕これおんないでかこうやと思うねん、あのなよそんなことこんな面前いやそやないとね、そやないとドア開いてそのまま転げ落ちるということはおかしいやん、ほんなこう落ちはったんかな、リクライニングで寝たまま、あそうか落ちんわな、落ちんがな、あんなものは、はあ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 、なるほど、そういうこと言いたかった、うん、えこんなんや言うてるで誰か、ないないない、サンドイッチ何の関係あるはあそうか、ちょっと分かりません、ちょっとそれをまたねこの方ちょっと書いといて、書いてきて次の時にどういう状態になったか、はい、ねえこれマジですよ、これマジですよ、はいはい、マジの G ですから、頭12針やで、そうやかな、血だらけなってたやな、12針は頭いきながらそのまま繋がってんの、はあ、はあ、ご不幸なことやな、信じられんようなことあるんですね、うん、こんな信じられんのか、はい、あ、コマーシャルです、はい、あ、言わない、おじさん
先生、南区が消えるんですか。南区、ちょっと待って、8時58分になりました。その後の交通情報いかがでしょうか。情報センター土肥さん、はい、どうなってましょう。はあ、大阪は北区、東区、南区、東区、天満、天満の場合は天満区言えへんかったかな、東大南北やったからね、うん、そもそもは明治期はね、うん、それから順番にいろいろ分かれてきました、行きましたからね、うん、昔の呼びようってええやんか、うん、それがだんだん消えるということをすごく腹立ててる手紙がね、はい、あるわけですけども、うん、まあこれまだ決定はしてないのね。決定してない、中央区なんてなんか味気ないしね。味気ないがな、なんか東京のようにね、今ちょうど最初に来られた近藤ご夫婦になられるというカップルが、帰られました。退場されていきました。みんなこうして帰っていくんですから。皆さんこんだけの説得のもとで、早く明日も仕事あるんでしょ。あるな。ね。学校もあればね。うん、それはそのね、空でね、僕一言ながらやっぱりね、なんぼなんでもひどいな思ったのがね、東京に大田区いうのあるでしょ。なあ。大田区いうのはね、普通大田やったら大田の大田で点がいるわね。うん、だ大田区とか大田区と書くと思うでしょ。あれ違うの、大きい点がないねんね。ないがな、大田区ね、大田区やね。それなんでかわかる。何しやん。あれ大森区と蒲田区、大森と蒲田区が一緒になって、大森の大と蒲田の田をひっつけて大田区になった。こんないい加減な名前付け方あるかせやろ。いや、ほんで今度東京やな、死になる。いや、もうこれはもうずっともう40年も前ですよ、だから死になるの知ってる。東京が、どういうこと。中野市になるとかね。ああ、分かれていくわけ。あーはーはーはー、死になるという噂が出てんのよ。知らん知らん知らん。あ、そう。だからもう空にもう本近くになるらしいよ、うんうん、ここ5年ぐらいで、うん、あんな大きくなったら一つね、空というもので行政できないと、うんうん、東京都でできないから、うんうん、空だけでやってほしいというのがあるね。これまたさ、味気ない話ですわな、向こうにとってはね、うんうんうん、でまあ行政上ね、やっぱりこれはいかんともしがたい、人口がどん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 増えていく空もありゃ、どん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 減っていく空もあるからね、大阪の場合でも東京の場合でもね。今日ここへ来てやった子で、ちょっとよそから変わってきやった子っていうか、引っ越してきやった子っていうのね、この地域ね、ちょっと聞いてみたいと。この地域じゃなかったも、どっか遠い県からこっちに来たという、ちょっと手挙げてください。遠い県、ああ、どこです。あ、どちらですか。名古屋から。何年になりますか、こっち来はって。5年。結婚されてこっち来られる。ちょっと、行くわ。別れだからこっち来た。ちょっと行くわ。どういうこっちゃ。なんでまたこんな、まだ急におもろいな。ねえ、これはネタみたいやな。もともとこっちにいてはって、名古屋行ってこっち来たんだ、わかるけどもやね。ちょっともっぺんないこと聞きましょう。どうだったかわからない、はい。どっから変わってこられたんですか。名古屋の千草区。あ、名古屋からね。うん。それでこちらへ結婚してこられたんですか。結婚してないでした。別れてきた。まあ先ほどの同じパワーはないですかね。ほんで一人でこっちへお住まいなんですか。一人、猫とね。あ、ほんで今夜本近くですか、こっち。これラジオ大阪電話したの。静岡からね、今日来て12時に着いた言うてやった。ほんで教えてちょうだいって、どこでやってるか。それでも教えてくれないの、意地悪して。ラジオ大阪が。ちょっと秘密ですから。あ、北村のおっちゃんですよ。ずっともうね、昨日から出てきてね、今日昼着いたんですよ、とか、むちゃくちゃ言ったんですよ。あ、嘘ついたわけど。静岡から見に来た。それに教えてくれへんし。なんでここやった。どっから来はったん、あんたどっから来はったんですか。南からここまで来はったんですよ。おー。へぇー。あれ、そこで来はったんや。うわー、すみませんな。ちでもうね、一回。今日分かりましたな、ここ。ちゃん分かれへん言うの。で、途中で乗り換えてね、八尾の駅で。で、八尾のうんちゃんでも分かれへんで、
先度あの相談してね、うんちゃん同士が。うんたらうんちゃん同士って運転手さん同士がね、相談されてここまで連れてきた、うん、すんませんな、やな、運転手さんにも迷惑かけたかな。うん、帰ってくる言われたから、無理に入ってきた。うわぁ。しますよ、言うけど、向かい方もあんたに言わへんから言うて。まあ。お宅方入ってきはると思いますもう立派に一人で行けていかはると思う。ああ、はいはい、まあ握手でも何でもしますがな何でもで大和さんまだいてはりまんのかね。お嬢さんもいてはりまんねで。ここで先ほどのあの皆さん言うてたあのね、あの、お嬢さん紹介します。将軍寺の将軍寺のね、はい、お嬢さんもう一度